この度このような実演の機会を与えてくださいました主催の公益財団法人東京都公園協会、共催の NPO 法人東京臨海地域開発研究会の関係者の皆様に感謝申し上げます。またご観覧にお越しくださいました皆様に感謝いたします。それでは党保存会会長で諏訪流第17代宗家田子守善次郎がご挨拶申し上げます。明けましておめでとうございます。本日も本当に青空が見えてすがすがしい天気を恵まれて幸せを感じております。私は昨年7月の暑い日にですね、脳梗塞で倒れまして、病院の先生にいつ死んでもおかしくないと言われてるんです。来年ここに立つことできないかもしれませんけど、立てる限り私は先代とも約束したんですけど、死ぬまで鷹匠をやりますと言ってますので、来年私がここに立ってなかったらどっかそこへ倒れたと思ってください。それで、後輩の、大塚鷹匠に18代を隠居しまして、私はちょっと今安心してるわけです。まあ女性ですけども、ちょっと女性に、似合わぬほど男勝りのところがありまして、そこが何とも言えない魅力ですね。でその諏訪流の技を皆さんに一部だけ今日ご覧になっていただくんですけども、どうぞ最後まで、ごゆっくり、ご鑑賞いただければ大変幸いに思います。と私言葉が回らないかもしれませんけど、それはちょっと脳が一部こう回路がずれてるかもしれません。言葉が聞き取りにくかったら何回でも聞いてください。じゃあ最後までどうぞよろしくお願いします。次に門下生を紹介させていただきます。手前向かって右側から、東京都より参りました田子守隆です。千葉県より大塚鷹匠です。東京都より稲田鷹匠です。千葉県より榊原鷹匠補です。東京都より菊池鷹匠補です。静岡県より龍鷹匠補です。山梨県より篠田鷹匠補です。最後に私神奈川県より参りました中川鷹匠補が司会を務めさせていただきます。不慣れではございますがよろしくお願い申し上げます。